はい、動きがあったテーマセクター個別の材料で同意づいた銘柄を小型株新興市場を中心に見てまいります。アトラクティブストックスのコーナーです。今日は何を見ましょうかっていう感じですかね。このゴールドウィンをとりあえず見ましょうか。決算発表を受けてですね、ザ・ノース・フェイス、2100円高12,710円、19.79% 上昇。まあ、業績いいことは分かっていると。どこまでいいんだっていう話ですよね、これもね。で、やっぱりいいんだって話ですよ。想像を超える良さだっていうことですよね、要はね。通期予想情報修正発表します。まあ、本当に、10人に1人ぐらい、ザ・ノース・フェイスって名元に書いてあるぐらいの勢いじゃないですか、今。すごいですよね。ほんとすごい。私も1着ぐらい買おうかな、と、ついに思い始めました。はい、でも、あんまりみんな着てっから、っていうのもあるんですけど、その割にユニクロばっか着てるんですけど、私は。はい。なんかね、そんな形でありました。ちょっと、上位の方見ていきますか。まあ、太陽油田はあのデイリーマーケット情報ので見たんで、日本アクア、建物のその、なんですか、この、防音っていうのかな、その、あ、なんだ、防寒か、のためにこう壁にこうプシューッと吹きかけると、全然なんかそれがモコモコモコってなってすぐ固まるような、ね、材料を作ったりとかって、なんかちょっとうまく説明できなかったですけど、そんなやつですね。まあ、やっぱ需要が高いっていうことなんでしょうね。需要旺盛だということなんでしょう。営業成績しっかりしております。っていうことでもないですね。まあ、思ったよりは良かったってことなんですね。はい。今期の増益見通し。まあ、着地悪かったけれども、今期は大丈夫だよって、そういう話ですね。はい。と能率呼吸フリービット最近よく動きますね、本当にね。150円高、992円、ストップ高か 17.8% 上昇となっております。これは何なんでしょうね。特に何もないのか。はい、です。気になるところは何でしょうね。レオン自動機とかもまあちょっと気になるっちゃ気になるんですが、ビジネスブレイクスルーとかね、 BBT47円高370円、 14.55% 上昇。まあ、業績もさることながら、それに合わせて自己株取得、まあ、この辺も交換されたってことですよね。という感じでありました。あとすっこぶる悪かったところを見てしまいましょう。アイスタイル、去年の推奨銘柄ですが、全然いけてないですね。なんかね、150円安630円、 19.23% 下落。ストップ安、今日値段つかずでした。まあ今年推奨しなくてよかったなっていうことですけど、上期の営業利益は2億4000万円で、前年同期 80% 減益。で、この10月から12月の3ヶ月で見ると営業赤字になっているということですね。クソほど悪いと。で、下方修正発表ですね。イベントプロモーション予算の増加、新サービスの受注進捗の遅れ。で、中国における電子取引法施行の影響などが下方修正の要因だということで、振るわずという形でした。あとは、小型。ナブテスコとか見ておきましょうか。減速機ナブテスコ321円高3015円、 11.9% 上昇。これも先週末業績発表ありました。営業利益は219億円で、前年同期 25.7% 減益ということなんですが、会社予想の200億円は上回ったということですね。精密減速機売上回復しているということで、この10月から12月期の3ヶ月で見ると2桁増益になっているということで、そこを打ったのかなという形であります。で、今期の12月期の見通しも営業利益300億円の見通しということで、前期比 37.1% 増益という回復を見ておるということでありました。ナブテスコがいいってことは、ハーモニックが連れ高しててもおかしくないですよね。ハーモニックドライブシステム415円高3995円、 11.6% 上昇と、こういう形であります。はい。あとは、どうしようかな。我々の推奨銘柄見てしまいましょうか。どこを柱にしたんでしたっけね。毎回、ちょっと最近、
推奨の銘柄増やしすぎちゃって、ちょっとわけわからなくなっちゃってるんですけど、オープンドアにしましたかね、多分。オープンドア、165円高3085円、5.65% 上昇。ちょっと上髭つけて戻されたんですが、私はそこそこいいとこで売れた。3200円台で売れてるんで、まあ良かったなって思ってるんですけど。ですね、やっぱこの手のやつ、ちょっと辛抱すると、朝方そ、ね、これぐらいの水準で始まってってことですから、ちょっと辛抱していただくと、ね、100円、200円ぐらい、ふっと上がってきますんでね。これを見たいんじゃないんですけど、まあいいや、いろいろシンガポールのとの連携をしたとか、そんな話。で、連結業績が、まあ良かったよって話ですよ、要は。はい。売上高 21.6% 増収、営業利益 45.5% 増益と、まあ、こんな形で良かったねということですね。というオープンドア、まあ良かったです。私はもうこれに今日助けられた。別にそう、他で損、すげえ損したわけじゃないんですけど。あとコムシスどうかなっつってて、この手の銘柄、ちょっと動き、一旦鈍くなりがちで、やりにくいなっていうのがあったんで、どうかなと思った。一応最後プラスに返ってきました。37円だが2806円 1.34% 上昇で終わってます。朝方安くスタートしちゃってですね、どうかなと思ったんですが、まあ、すぐ陽線つけて戻ってきてくれたんで、あ、じゃあ今日最着地プラスになるかなと思って、持ってたらしっかり、プラスに転じて、終わっております。だからこれをじゃあ上がってきてるから明日も上がるかっていうと、意外とそうでもないっていうのをこの前ミライトで感じましたんで、なんかこの辺重てんだなっていうのはちょっと思いました。だから今日は上がってますね、ミライトね。結構持ち続けて、推奨してから持ち続けてる方もミライト多いみたいなんで、まあぼちぼちいいですかね。まあ売られるタイミングはお任せしますんで、持ちっぱなしの方は良きところで。で、あとは、ここですね。セック、ここが良くなかったですね。思ったより、あれっていう感じでしたね。そんなに下がるかっていう。155円安、3570円、4.16% 下落。この朝方、私は早めに、もうさっともう、ぶん投げてしまいました。でも今日はもうオープンドアだけ見ていようと。オープンドアだけ見続けたいと。見つめてあげたいと思いました。なんかこの辺で売ったんだと思います。という感じで、はい。ありました。そんなセック。まあ、すごく悪いってわけじゃなかったんですけどね。ちょっと出尽くし感ですかね。冷やし。別に株価もそんな高いわけじゃねえのにっていう感じではありましたが。はい。そんなところでした。まあ、ちょっと持ってたら戻ってくるのかもしれないんですけどね。はい。こんな、先週木曜の推奨3銘柄でした。まあ、トータルでは余裕のプラスという形でしたんで、個人的には満足。あとは、フルキャストホールディングス、138円高、2104円、7% 上昇、随分陰線、投げ陰線つけてますが、今期大幅増益と、あと株主還元策を評価したということで、自社株買いでしたかね。フルキャスト。箱積み株式数の 1.17% に当たる45万株、8億2700万を上限とする自社株買いを実施ということであります。公開買い付けもやるんですね。偉いですね。評価してあげましょう。はい、でこれすいません、忘れてました。これね、忘れてたんです。ちょっと見逃してましたね。電通国際情報サービス。いいに決まってんですよ、ここは。前から言ってますけど。いやー、ちょっと失敗しましたね。ここの決算があるの、ちょっと見逃してました。はい、375円だから3600円、11.63% 上昇。もうこれはちょっと本当に申し訳ないですね。もう絶対いいに決まってんですから。という感じであります。営業利益 50% 増益、経常年は 45% 増益ということで、堅調な形でおりました。まあ、今期の見通しも良いということですね。いやー、ちょっとこれは、そっかっていう感じだったんですよ。もうちょっと全然、すいません。
失敗したな。これはちょっと失敗。別に損したわけじゃないからいいっちゃいいんですけど、これはやっぱちょっと推奨していかないといけない。もうね、SIR は絶対今回注目だということでずっと言ってましたんでね。はい。で、レオパ。今日も値段つかずストップ安です。80円安335円、 19.28% 下落。今日ぐらい作ろうかなと思ったら全然ダメなんですね。また明日でしょうかね。ちょっと気配とか見なかったですけど、どれぐらいの売りの、カブス出てるのかわかんないですけど。まあ明日あたりですか、わかんないですけど。はい。あとは、これどうかなと思ったんですけど、ちょっとダメでしたね。テイクアンドギブニーズ。2円安1960、戻しましたね、随分ね。0.1% 下落でした。大幅増益となったんですが、出尽くしということでありました。あと、積みたいのがですね、一応ラクオリア先に見ておきますか。ラクオリア創薬に128円だから1406円 10% 上昇。営業利益予想1億8700万円。今期の営業利益、通期の業績予想ですね。黒字転換ということで、そこが交換された形のようです。で、来期か、中継でいくと21年の12月期、2億9500万円の、営業利益になるという見通しも出しております。ゼネラルオイスター、牡蠣のお店ですよ。56円だから1108円、5.3% 上昇。牡蠣の長期保存方法の特許権を取得したということだそうです。業績自体は赤字なんですが、まあ特許に反応した方でしょうね。まあいいですけどね、それもね。はい。で、見たいのは、ちょっと忘れないうちに、僕ちょっとさっきラクオリアみたいなのこっち見ておきましたね。サンバイオ。今日は大幅安い。249円安、2906円、7.9% 下落となりました。続落ですね。ちょっとだから、こっからまた売りが続くような気がするんですけどね、どうですかね。このパターンは結構、ずるーっと、こんな感じの推移になるんじゃないかっていう気がするんですけど、まあ、勘でしかないんで信用しなくていいです。何言ってんだこいつでいいです。見たいのは、UT グループですね。出るかな。なんだもう。UT。489円だから2847円、20.74% 上昇。やっぱり技術者派遣とか人材関連は、この、今回の決算注目しなきゃいけないなっていうところでしたんで、今日大幅高でしたね。でもそれにつられて、技術者派遣系はもう、軒並み高ぐらいの形になっております。で、こっからの戦略としてどうするかみたいなところも考えたかったんですけど、まあまあもう決算終わっちゃってるところが多いんで、なかなかですね、勝負できない。で、今日買いに行くのかとかっていうふうに思っても、ちょっともう今日上がってしまってるんで、きついなっていう、そういう感じですよね。だもんで。一応、あさっての推奨銘柄っていうことで先週お伝えしたところで、アウトソーシングとかはまだ決算表出てないんですが、やっぱり今日上がっちゃってるんですよね。っていう、こんな感じですよ。だから、ちょっとパッと思いつく、その、派遣系上げてきますよ。アルプス技研とか、まあ今日そこまででもないか。1.5% 上昇。パーソル。4.17% 上昇。トラストテック。5.7% 上昇。とか、まあ、こんな感じですんで、ちょっと明日もし安かったら、アウトソーシングを仕込みに行く準備をしてみてもいいのかなという感じですね。あと、例えば、メイテックとか 2.75% でしょ。これも決算表出ちゃってるんで。あと、なんだろうな、テクノプロとかも出ちゃってますよね。そうですね。4.3% 上昇。
こんな感じです。はい。ところでした。ずいぶん長くなっちゃいましたんで。創生ね。創生が今日上がってたとか、そんな話だったと思いましたね。そうでもない。4.3% 上昇。まあ、この辺が結構ね、マザーズ指数上に押し上げたんでしょう。マザーズ指数上昇率上位こんな感じです。右下のところに出しております。はい。ということでありまして。SUS、これも派遣ですよね。7.8% 上昇。アドベンチャー。まあ、オープンドアが良ければアドベンチャーも良くても全然おかしくないですよね。という感じでありました。はい、以上、なんだっけ、アトラクティブストックスのコーナーでした。